線の、間をですね、電動機のですね、定格ですね、定格電流はですね、は12+8で、20アンペアですね。これはあの50アンペアよりですね、小さい、ね、倍数ですね。倍数は 1.25 になりますね。そうですね。で、IW ですね。これは20ですね、かけ 1.25、足すと5ですから、これ30アンペアになります、ね。はい、それからブレーカーの方ですね、これは、配線用遮断器ですね。容量ですね、これは、20アンペアの3倍ですね。それからヒーターの5アンペアを足します。そうするとこれは、65アンペアなんですね。これです。これがまあ回答なんですけどね、ちょっとまあこれをですね使わせて分岐ですね、分岐の、配線のことをちょっとねやってます。まず12アンペアのですねモーターですね、モーターの12アンペアの方ですけど、これは、最小ですね、最小の、電線のですね、の根拠ですね、電流ですね、電流は12×1.25 になりまして、これ15アンペアなんですね。15アンペアになります。それでこれ実はですね、16の下にまだですね実は 1.2 というのがあるんですね。で、使用可能ですね、可能な電線ですね、電線はですね 1.2 ミリです。でこれ、許容電流はですね、許容電流が、これ19アンペアですね。はい、そうするとですね、配線用、ブレーカーですね、ブレーカーのですね容量は、
容量は、これ使いますね。 19×2.5 倍ですね。で、47.5 アンペアとこうなりますんで、これよりですね、小さいですね。小さい直近のですね、規定のブレーカーですね、変えたらですね、30アンペアですか。30アンペアのブレーカーをつけてくださいよと、こういうなんですね。で、ただし電線の方はですね、1.2 は使えませんのでね、電線はですね、16ですね、電線は 1.6 ですね。実はこれをですね、16で計算しますとね、60アンのブレーカーになるんですわ。だからまあ関西電力なんかでは一応30アンっていうてのは、この1,2をね、これですね、1.2 ミリの電線を根拠にしてやってるみたいですね。したがってM のですね、モーターのですね、8アンペアの方も同じく30アンで、16ですね。これもですね、ブレーカーはですね、ブレーカーは30アンですわ。それからラインはですね、これ外資引きですけどね、1.6 ミリ、こうなりますね。2種の試験の答えはここで終わりですけど、実際の配線するですね、場合はこういうふうなことを参考にして、配線してください。